どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、僕の人生を変えたブルースフレーズということで、あのシリーズが戻ってまいりました。今回は2つの奏法を取り上げてみたいんですよ。僕ね、アドリブを練習してて、どうしてもね、勢いが出ないとか、迫力が出ないで、なんかピロピロ弾いてんな、みたいな。例えばブルースフレーズ一つ取っても、こんな感じで、どうしてもね、迫力が出なかったんですけど、スティービー・レイ・ヴォーンとか、あとエリック・クラプトンとかかな、見てたら、こう、この音が入ってんですよね。で、これなんだろうなと思ったら、チョッピングっていうんですかね、こういうの。ブリブリブリが入って、ピッキングする感じ。チョップ奏法は、低音源はブリッジミュートして、高音源は左手で、ちょっとミュートして、例えば1弦10フレットの音出したいときは、6、5、4、3ぐらいまで右手でブリッジミュートして、2弦は押さえた指の先端とか人差し指とか、左手の人差し指とかちょっと触らせてミュートしてます。で、1弦で鳴らすと。で、チョーキングするときはそのまんま。こんな感じで、チョップ奏法を弾いてます。まあ、やりすぎるとうるさいんですけど、なんかここぞっていうとき、行くぞっていうところで、このブリッてやると、勢いが出るってことに気づいて、それからね、こんな感じで、ブリッてやることにしたら、勢いが出たんで、今日はね、このチョッピングを入れたフレーズをご紹介したいと思ってまして、あともう一つね、チキンピッキング。ピックと、僕はね、中指を使うんですけど、中指で弾いてるんですよ。そうするとこう、なんていうのかな、ベースのチョッパーのプルみたいな感じで、パチン、パチンってなるんですよね。それを織り交ぜると、パーンってなるんで、迫力が出るんですよね。なので、ブリブリブリのチョッピングと、パチンのチキンピッキング。この二つを混ぜて、今日はね、フレーズをご紹介したいと思いますので、ではね、早速演奏の方からまず見てください。どうぞ。感じだったわけですけども、ではここから解説の方をやっていきたいと思います。今回もですね、フレーズを細かく刻んで見ていきたいと思います。ブルースのアドリブはもうちっちゃいフレーズの集合体なんです。なのでちっちゃいフレーズをいっぱい覚えることで引き出しが増えてきますので、今回もね、刻んで解説していきたいと思います。じゃ、まず最初のフレーズなんですけども、こちらを見てください。このフレーズなんですけど、まあ、3弦こう9フレットあたりをこうプッてやって、後に1弦8をこうチキンピッキングしてパチンと言わせてクォーターチョーキングで2弦10に行くわけですね。で、その次の1弦8はこんな感じでチョッピングが入ります。なのでチキンピッキングして、最後チョッピング。こんな感じになってます。これで勢いが出ます。はい、次のフレーズ。ここも、もう最初チョッピング入ってますね。次も、チョッピング入って、チキンピッキングで、で、最後もチキンピッキング。こんな感じで。
これで勢いが出てますね。はい、次行ってみましょう。はい、ここも一発目が。一弦後がチキンピッキングですね。こんな感じでね。はい、次もまた。三弦の9あたりをちょっと弾いて、プッと弾いて、一弦8をチキンピッキングして、二弦10を弾いた後に一弦8をチョッピング。こんな感じですね。チョッピング難しいですけどね。こんな感じですね。はい、次行ってみましょう。ここも最初と一緒ですね。チョッピング、チョッピング、で、チキンピッキング、チキンピッキング、で、クォーターチョーキングって感じですね。はい、次いきます。すみません。そのアップでは、私にはできません。おっと、シリが動いちゃいました。はい、わかりました。ありがとうございます。どういたしまして。はい、どうも。はい、じゃあ次いきますね。はい、ここも一弦後がチキンピッキング。ですね。じゃあ次いきましょう。はい、最初の、ここがチョッピングして2弦7をチョーキングして、で、1弦7をチキンピッキング。こんな感じでセットになってますね。その後は普通にピッキングして、その後。最初がチョッピングして、で、次がチキンピッキング。パチンパチンと言わせてます。はい、次いきます。ここも最初の1弦後だけチキンピッキングしてますかね。まあ、全部チキンピッキングしちゃってもいいと思うんですけどね、1弦後だけ。この中、日によって、気分によって変わりますね。これ今チキンピッキングしたんですけど、しなくても、まあなんか一発目だけちょっと勢いでパチンって入れて、あとはピックでっていうパターンもありますね。ということで、こんな感じになったんですけど、このチョッピングとチキンピッキングを入れることで、かなりね、ブルースのアドリブの勢いが出るんですよね。どのフレーズもそうですけど、最初にこれが入るとだいぶ変わりますし、パチンが入るとやっぱりこうパチンが入ると勢いが出ますね。という感じで、今回はチョッピングとパチンのチキンピッキングをご紹介してみました。参考にしていただけたらこれ幸いです。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。